ごめんね、サマーは、日本の女性アイドルグループ、SKE48 の楽曲。作詞は、秋元康、作曲は、春流が担当した。2010年7月7日に、SKE48 の3作目のシングルとして、日本クラウンから発売された。楽曲のセンターポジションは、松井樹里奈と、松井玲奈が務めた。前作、 青空片思いから約3ヶ月ぶりのシングルである。SKE48 のシングルとしては3枚目にして、初めて通常版が2タイプに増え、劇場版と合わせて、全3タイプとなった。ごめんね、サマーを歌う選抜メンバーは前作に続き7人で、2人が入れ替わった。石田アンナと木崎ゆりやが、新たに初めて選抜に入り、木下ゆきこと、 おぎそしおりが選抜から外れた。選抜に入らなかったメンバーは、怪我で離脱している、松下たを除きいずれかのカップリング曲に参加している。カップリングでは、前作のチーム BLT が選抜以外、全員だったのに対して、今作では2パートのアンダーガールズと、新たにシアターガールズが組まれた。アンダーガールズへの8人が歌う、少女は真夏に、何をする は、周囲に反抗し真夏に思い切った行動をしてしまう、少女の屈折した気持ちを歌う曲で、表題曲とは対照的。アンダーガールズ B の8人が歌う、はずみさきは、愛知県知多郡南知多町に実在する、はずみさきをテーマにした、懐かしさを感じさせる、ご当地ソングで、2012年10月に行われた、 楽曲人気投票コンサート SKE48 リクエストアワーセットリストベスト502012で1位に選ばれている。これはこの曲の歌唱メンバーで2012年に卒業することを発表していた平田理香子に感謝し卒業を見送るファンの気持ちが込められたものだった。シアターガールズが歌うピノキオ群はもともとチーム S サードステージ制服の目公演の楽曲で このシングルでは別のメンバー構成で再録されている。キャッチコピーは夏の太陽に謝りたいくらい君が好きだ。CD 発売に先駆け、表題曲ごめんね、サマーは2010年6月16日より着歌をレコチョクにて配信。カップリングの少女は真夏に何をするは同日より着歌をダム歌にて配信。 弾み先は、同日より、シャクータを music.jp にて配信。ピノキオ軍は、同日より、シャクータを dwango.jp にて配信。シングルリリース記念として、各サイトにて、スペシャルコンテンツを、期間限定解説。ごめんね、サマーは夏が、テーマの曲で、男の子が恋している気持ちを、海にまつわる言葉で表現している。 CD ジャーナルによれば、請求な四つうちによるアップテンポな曲調で、夏らしいアイドル曲あるいはサウンド、歌詞ともに王道のアイドル曲だと評されている。通常版のジャケットは、表が松井樹里奈と松井イ奈の二人で、通常版 A では松井樹里奈がメイン、通常版 B では松井イ奈がメインの構図。二人は、 W 松井などと呼ばれているが、二人だけの写真が、ジャケットとなるのは、初めてだったという。裏はにタイプともに、石田杏馬、木崎ユリや、高柳あかね、向井田真夏、矢上久美の選抜5人。劇場版のジャケットは、表が、ごめんね、サマーの、選抜メンバー7人で、裏が、アンダーガールズ A、アンダーガールズ B のメンバー各8人。 マキのアンナが振付を担当し、ダンスはキレを持たせながらも可愛らしい振付が施されている。サビのごめんね、サマーのところでは、アチャーと頭を抱えるときのように右手を頭につけて、それを頭から離す仕草でごめんねを示して、サマーは読みのサマーを数字の3とつなげて親指、人差し指、中指の3本だけを開いた指のサインで表現する。 このサインは曲の最後の決めのポーズでも使われている。また、同じくサビのハートにそっと触れたくなったの部分では、真ん中に立つメンバーが両手でハートのサインを作り、それに前から重ねるように前に立つ二人が手を伸ばしながら指を合わせて同じハートを作る振りになっている。これに続く僕のいたずらの部分では、一人が悪感べをするように、 舌を出し目を閉じながら、顔の横に両手を出してひらひらとさせ、いたずら相手を馬鹿にする様子を可愛らしく表現した、特徴的な振り付けになっている。また2番の歌い出し、白いカモメたちが空を回っての部分は、真ん中に2人が立って、その周りを5人のメンバーが両手を広げ上下させる、カモメのポーズをしながら、ぐるぐると回る振り付けになっている。衣装は、 メンバーに合わせて白、紫、水色、大色、黄色、黄緑、桃色の7色が割り当てられていて、服だけではなく、アクセサリーや靴もそれぞれに割り当てられた色になっている。7人それぞれ、形が違う明るい色のワンピースがメインとなっていて、これに、ネックレス、帽子、髪飾り、リストバンドなどのアクセサリーをつけている。ごめんね、サマーの PV は、 小戸島で撮影された。観光名所となっているサスのエンジェルロードでのダンスシーンやメンバーが全力で走るシーンなどで構成されストーリー仕立てになっている。走るシーンには転校してしまう好きな男の子を追いかけている部活の朝練に遅れないよう走っているなどの設定があったという少女は真夏に何をするの PV は東京都渋谷。 原宿の街中や、ファンションビルなどで撮影された。ダンスシーンは、渋谷のライブハウス、ウーム、カラオケのシーンは、カラオケ館で撮影されている。はずみさき花火はずみさきの PV は、現地はずみさきの展望台や神社、諸崎港、内海海,海水浴場のほか、隣接する美浜町の野間崎灯台や、千田市の新米コマリンパークなどで撮影が行われた。 2013年7月4日には同地に火火が設置された。また、現地を走るコミュニティバス、海っ子バスの窓ガラスには火火混流式典の際に訪れたメンバーが書いたサインやメッセージが保存されている。ピノキオ軍の PV は陸上自衛隊富士学校、富士駐屯地で撮影された。TBS 系列のバラエティ番組、雲南のラフな感じで。 の6月7月度エンディングテーマとして使用された。ごめんね、サマーは、ごめんね、サマーのタイトルで JKT48 にカバーされており、2012年10月から、大塚製薬、ポカリスウェットの現地 CM ソングに採用された。この曲を使用した CM は、ポカリスウェットダン、ラブレター、ポカリスウェットダンムービー、ポカリスウェットダンプレゼンテーションの3パターンあり。 順次公開された。AKB48 から JKT48 に移籍した中川遥香、高木秋も出演している。また、2013年2月発売のアルバム、ヘビーローテーションにも収録されている。ありがとうございます。